それ何？アイアンウロボロス。来た。それと？あー危ねえ。ガラスの横危なくね。あとこれ。アルタークロノス超絶化したやつ。ドライバーはオリジナルのやつ。ガラスの横危なくね。もう僕のオリジナルのドライバーの性能が出てるよ。これスピンフィニッシュで、こっちのアンタクロノスの勝利。いくよ。シュートミスした。あ、出てきた。すげえ、ドライバー強くね。普通に強いね。ランチャーがさっきめっちゃぶっ放されてたよね。一回バトルしたけど、で後出し強ねですよね。生息強いね。うん、今回はねこっちもやるか。次何？なんだっけ、ロックドラゴン。それよりこれはなんだ、これは新世代の新世代のディスクはメタルドラゴンがついてる。こっちもついてる。でドライバーは伸びるやつ。ドライバーは伸びるやつ。あの回ってる途中にドライバーのここがあれでなんだ、摩擦でどんどん伸びていって、最終的にここまで伸びる。伸びないだろ。伸びるやつ。最初から切り替えればいいだけの話だけど、伸びるやつでバトルするか。これはまた別の動画でやる？今やる？やっちゃえ。やっちゃえ。技術の実装。やばいよこいつは、ガチで、ガチでやばい。またこいつ。いつもこう。伸びるやつ。あ、伸びるやつ来た。強え。普通に強え。ロック硬すぎだろ。え、ロック硬くないよ。普通にロック。本当？どうし、なんか、待って、でかくねこれ。ディスク？うん、半端ないでしょ。ねえ、レイヤーから飛び出たメタルで相手をぶっ壊すにいくっていうね。次こいつ、めっちゃレアなベイ、レアなベイとバトルさせて壊れないかが心配。バルドゥール。いや覚えてないの。自分が3DS のやつ買って、 3DS も買わないとねって言ったやつ。それ、絶対激しくなるバトルさ、絶対リアバしそうで怖い。なんか、うん、絶対リアバしそうって意味やばい。ガラスの横は危なくないか。あ、伸びるやつが伸びてるね。生きるかさすがじゃない。伸びるやつが少しだけ伸びてる。伸びるやつがほんの少し伸びてるっていうね。きたねそれ。次こっち先行に出す。あ、シュート見せた。伸びるやつやめよっかな。なんか持久力がないけど。伸びるやつ持久力ねえわ。つまんないわこのバトル。伸びるやつ持久力ないやつ、持久力ないやつつまんないから。アルタークロノスの紹介じゃなかったっけ？アルタークロノスのバトル動画。他のバトル動画になってない。おいおいおい。たまりに溜まってるから、新しいオリジナルレイヤーが。
ますよね。これ全部オリジナルが見えねえ。で、こっちはチェーンがね外れちゃいそうだけど、これランチャーで回さないから大丈夫。ランチャーで回すと弱い気がするんだよ。ランチャーで回せるのかな。そもそもそこからが問題だよな。問題だよ。よし、じゃあチェーンからこっちと、あっしげスマッシュランチャーが できないから手間シュート手回して勝てるっていうこのおもろしよさ。次こいつをさっき抜いてアイアンロボロスやべえんだけど回転禁止力えぐくないこれ。もうさ、これえぐくね、この上バルドゥールでいこう。最後でいい、普通に強くない？こいつ普通にロック硬いんだけど。あぶね。でかいよ。でも負けたな。なんか破片が飛んだ気がするんだよ。でっか。じゃあこっちアイアンロボ。これは傑作だわ。もう一回ワトルできんじゃない？ワトルって悪くないかね。俺たちは先に止まる？すごいね。ベアリングさ、ベアリング用のオイルをベアリングにちょっと垂らしてみるか。まだまだ、まだ永遠に回るぜ。あの脱脂しただけじゃ錆びれちゃうからね。面白い。キュキュキュってするんだ。こっちで待って。来たら弱いだろ。すぐ弱っ。弱っ。これさ、これ傷つきすぎだよね、これ。もう新しいのに買える？ 1,500 円で売ってるよ、うん、あるよ。闇に電力走る。さすがにここは無理か。あ、もういけた、いけた、いけた。闇に電力走る。コウモリじゃないんだ。やっぱやめたわ。これどうなってるか見えるよ、ほら。闇に電流走る。どうしよう、これ走っちゃったんだけど。これはいや、ガラスがやばい、ガラスがやばい。じゃあこれをシュートしてこれをつけて、うん、待って待って待って、吸い付いてない、吸い付いてない、吸い付いた、もう吸い付いた。ダメだ、ダメだった。あれ、スピンフィニッシュ、どっち、ドローかな。反則だろ。反則って最初からくっつけてんじゃん、うん、そこに。あー、これまずいまずいまずい。さあ、じゃあもう、いや、途中からでもゆっくり。何しよう、もう斜めってても倒れない、この吸盤の執着力。あ、やばい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 、キュルキュルいってる、キュルキュルいってる。何が悪いの？斜めになってるからキュルキュルいってるんだけど、持久力下がってない？さっきまでもっと回ってたよね。何がダメだったと思う？斜めになってるから。そう、だからそこのベアリングにラジコン用のオイルを刺すんだよ、ベアリング。京都さん、ええ、また斜めになっちゃった。それよりスタジアムから外れちゃった。よし、立て直せ立て直せ。漫画であるの、こういうの。ん？漫画であるの？あるよ、漫画であるよ。漫画っていうアニメ。あ、キュルキュル言い始めた。まずいまずいまずい。
どっちだどっちだ。最後にお父さんからもらったこれ少ない。あ、スカーブのやつか。そう、あと鉄球をつけて。鉄球光ってる。鉄球をつけて、で、こういう感じで。これ、あ、これハンドスピナーとしては回らない。これついてるから。で、回し方としてはこうだな。あぶねえ、なんかこっちならこっち。あっ、あぶねえ。触ってみる。嫌だ。なんで指、あの指の運動してから触るように。これ、ずっとこれ。あ、危ない気がしてならない。多分木を回ってるんだよね。回ったわ。止まってたわ、回ったわ。しょうがないや。よし、じゃあバトル始めるか。バルドゥール対バルドゥール見せて、はい、こいつ200g 超えっていうね。反対は？ベアリングがここの後ろにもう一個入ってて、これは普通の、あの銅でできてる鉄球かな。鉄球みたいなやつ。いくよ。こいつランチャーに重すぎて、ランチャーが空回りするからね、強くシュートできないんだよ。すいません、すいません。持久力がこいつあんまりない。危ないものを僕はまた作ってしまった。何回でもバトルできます、見てください。ということ。っていうことっていうことなんだよね。絶対バーストしないじゃん。バーストしないよ。え、ただ一つバーストがあるよ。この上が吹っ飛んでいく。ランチャーで回りそうな気がしてならないんだけど。よし。おっ、回った。よし、待てるらしいよ。危ない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 。無限に回るこいつは非常に危ない。モーターは